ヒース・クローディアス・ミッチェルは、グレナダの政治家。2013年から、同国の首相を務めている。1995年から2008年にも、首相の座にあった。この13年間という在任期間は、グレナダの最長記録である。新国民党代表。西インド諸島大学とアメリカン大学を卒業。1984年12月の総選挙で、 セントジョージ北西選挙区から出馬し初当選、以来現在までこの議席を維持している。1989年1月に当時のハーバートブライズ首相を破り NNP 党首に当選したが、同年7月21日に労働通信省を更迭された。1995年6月20日の総選挙で NNP は、 定数15議席のうち8議席を獲得、多数派を形成し、ミッチェルが6月22日に首相に任命された。与党として望んだ1999年1月の総選挙では、全15議席を制する和首相を果たし、2003年11月の総選挙でも1議席差で過労しで第一党を保った。2008年7月8日に行われた総選挙では、 NNP は国民民主会議の11議席に対し4議席しか獲得できず大敗を喫した。しかし、ミッチェルは自身の選挙区で再選された。翌日、NDC 代表のティルマン・トーマスが首相に就任した。ミッチェルはトーマスに対し、人々は変革を期待したと祝辞を述べ、 選挙後も代表を辞任することなく7月16日に野党の院内総務になった。2013年2月の総選挙で NNP は15議席すべてを獲得した。この大勝利の結果、ミッチェルが2013年2月20日に首相に再任された。2018年3月13日の総選挙でも NNP は全15議席を獲得している。 ありがとうございます。